じゃあ、チッペイ。チッペイ。日本のビール、うまい。ヨンソンホさん、韓国からですね。韓国じゃなくて朝鮮なんです。生まれは日本なんですけど、今は平壌で暮らしてます。ユンドンムが数ヶ月間日本へ체류하는중에조직에서늘보호자가면붙습니다。君は覚えているかしら。奥さんは？子供は？仕事は？質問責めにしてどうすんだよ。帰ったら総括させられるんだよ。内容によっては家族に危害があるからな。何のためにつきまとってんのよ。あなたもあの国も大っ嫌い。リエ、何？お前そういうの持っていろんな国行けよ。대학에는못들은걸나왔어알겠어예네아시다戻ることになったよ。何言ってるの。こういうの本当よくあるんだよ。病気治しに帰ってきたんでしょ。なのになんで。兄が住むあの国、私が住んでいるこの国、近いのに遠い二つの国。お前はわがままに生きればいいんだよ。お前の好きなところにっていいんだから。家族の国。